耳から学ぶ瞑想録愛と知恵の泉36後編2修道院瞑想録2愛危機物語。愛は温かく親切で、一切の望みを受け入れ、叩く者には門を開き、尋ねる者には探し出し、求める者には与える。愛は優しく、傷病苦悩を癒し、かぐわしい甘い花の匂いを持って人の心を慰める。一日の仕事が終わり、夜になって解放された気分でいるとき、あなたの疲れた体は心よく、そしてまぶたはトロトロしてくる。そのとき、あのお方の愛が肉体を優しい愛でくるみ、甘美な眠りに導きたもう。愛は人々に喜びと健康、幸福を与え、バラ色の夜明けのように、すがすがしく、新鮮な希望を与える。夜が明けて小鳥たちが嬉しそうにさえずり始め、そこら中に、新しい空気と、照明な朝の光が照り映え。池には、睡蓮が咲き、崖から水が落ちている。朝のすがすがしさの中に、人は、幸福に胸膨らみ、そして、合唱する。すべての人々を愛して、朝が良い顔をして訪れてくる。朝は、あのお方のメッセージであり、典型に満ちている。愛は、正月のように、晴れ晴れとめでたく、金屏風のように、人の廃校となり、聖あるものすべてに、にこやかな祝福の光を投げかける。愛は、親切な隣人のように、そっと嬉しい心配りをし、思いやり深くて、こちらが欲しがる前に、もう、その心を読み取って準備する。愛は、人の心の洞察と慰めに満ち、夕日苦悩、寂寥、絶望など幻の感情にいつまでも閉じ込められてしまわないように、豊かな贈り物を持って、やがて微笑して訪れる。